はい、どうもお疲れ様です。速稼塾をご覧の皆様、1月14日なんですけども、1時間軸見ていただいてね、1時間ではもうトレンドがバン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 起きてますね。ちょっと前まではこのレンジでなんだか小さくやっていたような気がしますけども、そっから上抜けた後大きく下の方にボカーンと触れていきました。これね、1時間足ですからね。だから一本一本が1時間ですから、だからこれでね、10時間ぐらいでしょ、20時間でしょ、30時間でしょみたいな感じでカウントできるわけですよ。まあ当たり前ですけどね、まあ、そうなるとずっとセルの方向に動いてるのが分かるじゃないですか。で、127円台ですよ今。129円台に入ったっつったからびっくりしていたと思ったら、もうね127円台です。今月中に125円に行くんではなかろうかっていうふうに私もちょっとね、お話したことがありましたけども、行くんじゃないですかこれは。まあ、そういった腹積もりで今後も見ていこうかと思います。円高は今度円高の方向にね、もうどん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 進んでいくってことでございます。皆さんもね、テクニカルを身につけてこの為替相場で大金をせしめていきましょう。それ以外にはここまでね原価がかからずに儲かるものってないと思いますよ。それでは。